ません、今ちょっといいですか。お疲れ様です。すいません、ちょっとカメラなんですけど、はい、ちょっとお客さんのところに行ったカメラがちょっとこういう状態で新しい交換機を今日出してもらいたいんですけど、はい、分かりました。いけますか。はい、大丈夫。はい、じゃあこれから依頼を送ります。よろしくお願いします。品管の検証チームでは、製品の品質を支える、高品質化をするっていうところをミッションとして、日々機器をお届けするお客様への品質管理はもちろんですが、不具合のご連絡をいただいた際には実際に機器を検証をして、原因の分析と、あとは迅速な対策っていうのを練ることを業務としています。主に2つで品質管理は使ってまして、1つ目は、実際の機器を福井で動作確認するときに、動作に違和感があったりとか、疑問点が出た場合にエスカレーションをもらうこと、あとは、レンタルを行ってますが、屋外用の機器のレンタル機器が返ってきたときに、次また出荷できるかどうか、黄ばみだったりとか本体の傷だったりとかっていうのが、修理が必要なのかどうかっていうのを福井の方で判断を迷った時に、相談を受けているっていうような感じで使っています。普段の呼び出しはもう窓から担当の方の名前を呼んで、いますかっていうようなコミュニケーションの取り方をしています。あと、その呼びかけに反応がない場合は、窓に呼び出し機能というのがついているので、そこから呼び出しをすることで、奥にいる場合は気づいてくださるっていうような状態になっています。特に窓の場合は、窓のこう今縦に設置をしてますが、自分が立っている高さと福井倉庫側で立ってくださっている方の高さが、そこまで違いがない状態なので、本当に目の前で立って喋っているっていうような感覚、パソコンの中の顔とは全く違う感覚になっています。実際にその機器の状況を把握しなければならないので、実際に見て話すっていうのが非常に重要だと思ってます。で、それがもしなかったとすると、機器の写真を多方面こう撮っていただいたりとか、あとはランプの色の変化とかっていうのを実際に教えていただく際に、動画を撮ってもらう必要があったりとかっていう風になってしまうので、それを送ってもらってからこちらでこう判断をして、でまた返事をするっていうと少し時間がかかってしまうっていうのがどうしてもあるので、そこがもう窓で実際に物を見て会話をすることによってすぐに決断ができるっていうような状態になっているので、ここが非常に助かっているかなと思います。ここみたいなのをちゃんとお互いが分かるっていうのが一つっていうのと、あとはそのレベルですね、黄ばみの色のレベルとかっていうのも、写真を撮ろうとするとちょっとした角度との差で少しの黄ばみって光がこう入ってしまって、白く見えてしまう、で正常のように見えてしまったりっていうことがあるので、そういったこう多方面からの角度で実際の機器を見れるっていうのがすごいいいなと思ってます。文章にするのがすごい苦手なので、直接こう見ながら会話しながら聞けるっていうのが便利だなと思います。その都度情報を伝えなくても、窓を聞こえる範囲のところにいる人は皆さん聞こえてるので、人間関係のところが大きいとは思っていて、日頃から音だったりとか会話が聞こえている状態で、もちろんこちらの声も音も聞こえている状態っていう中で作業しているので、離れてはいても何をしているかだったり、何かこう困ってるのかなだったり、笑ってるなみたいなのが感じれているっていうのがあって、とても親近感があります。月曜日から金曜日で、8時間以上
窓とつながっている状態っていうのがあるので、家で寝てる時間を抜くと一緒にいる時間が 長いのはこちらじゃないかなっていう状態なので、そこがもう日に日に自然になっていくっていうような感じでした。業務とは全く関係ないんですが、席の、机の上が少し見える状態になっているんですが、誰々さんは何茶が好きなんだねみたいなのをコメントでいただいたことがあって、なんかそういったこの子は何が好きだったりとか、どういうことしてるみたいなのを見てくださってるっていうのが、なんか私たちに関心を向けてくれてるっていう意味でもすごい嬉しかったですし、こちらから見える福井倉庫は物が機器ばかりで、あまりそういったデスクだったりっていうのは映らないようにしていただいてるんですが、こちらからもしっかりと福井の皆様に興味をこう持つだったりとか、意識をするっていうのが大事だなっていうふうに感じさせてもらったことがありました。なので、何かあった時にすぐに話しかけられるだったりとか、相談が気軽にできるみたいなところでもなかったとすると、今よりも少しぎこちない関係になってしまったのかなというふうに思います。特に品質管理だったり出荷だったりっていうので、お客様にご迷惑をかけないようにスピード感っていうのが大事になってきているので、そのスピードっていうのを意識しようとした時にも、やはり関係性ができている方が、よりハードだったりとか、急ぎなものをお願いできる状態ではあるかなと思います。人間なので、誰々さんのお願いだから急いでやってあげようだったりとか、この人のお願いだったら聞いてあげたいなみたいなものが生まれてもきていると思っているので、その人間関係だったりとか、仕事のやりやすい環境が作られてるっていうことが、結局はスピードだったりとか、業務の改善とか、お客様のために何かを生み出すっていう原動力になっていると思います。